はい、皆さんこんにちは。ベトロアートディレクターのあやこです。いつもご覧になっていただきありがとうございます。はい、ということでまた出ましたよ、新色毎月毎月ね、ベトロ、ベラフォーマ、ベラネイルっていう感じで、どんだけカラーが出るのっていう感じなんですけれども、はい、今回は、ベラフォーマからの新色になっております。ベラフォーマからの新色は前回の、インクバーシリーズか、インクバーシリーズが5月に発売になってからのなんと4ヶ月ぶりの発売になっております。ということで今回の新色はこちらです。はい、ラ・シレールというシリーズになっております。6色展開ですね。6色発売なんですけれども、こちらのカラーの色味の特徴としましては、強めの変更カラー、という感じの色合いになっております。私もちょっとこの爪に塗ったんですけれども、こうワンカラーで塗布しただけでもすごく可愛いカラーになっているので、今回は本当にアートを悩みましたね。だって一色ね、ワンカラーで塗っただけで可愛いので。でもね、可愛いアート2つ作っておりますので、ぜひ皆さんそちらもチェックしていただけたらなと思います。変更パールワンカラーでも楽しんでいただけますし、アートの中にもね、ぜひぜひ使っていただけたらなと思っておりますので、この後の動画ぜひご覧になってください。はい、ということでこの後の動画がもしよかったら、ここの下にあるいいねボタンとぜひベトロのチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、はい、どうぞスタート。はい、では早速こちらの、ベラフォーマからの新色ですね。ラ・シレーヌシリーズということで、6色ご紹介していきたいと思います。こんな感じで、塗布してみたんですけれども、3段階でね、こちらのカラーの塗布の仕方の違いとしてはちょっと分かりますか？はい、一番上こちらが、ベースのカラー真っ白になっております。真っ白を、塗布してこの新色塗った場合の色味の発色こんな感じです。はい、真っ白は、こちらですね、ベラフォーマの003番マットホワイトですね。こちらベラホワイト使っております。結構色味の発色が可愛らしい感じになるので、はい、可愛いアートを作った時とかにおすすめなんじゃないかなと思います。はい、色味が綺麗に出ます。で、次真ん中こちらが少しちょっとこうシアーな感じに見えるかなと思うんですけれども、ベースのカラーは、マットじゃなくて、はい、こちらシアーなホワイト使ってます。001番ね。はい、これを塗布してから、新色塗ってあげるとこんなイメージ、さっきよりもね少しちょっとこう綺麗な感じの見え方になるのかなと思います。この変更のこのキラキラめっちゃ可愛くないですか？可愛い。はい、そして、はい、これは、クリアなところに塗布しております。はい、これはもう可愛いですね。めちゃめちゃ可愛い。ちょっとクリア感があるとね、少し仕上がりとかも軽くなってくるかなと思いますので、はい。あとは結構カラーの上とかに、本当に色味のあるカラーの上に塗布してあげたりすると、ちょっと塗ってみたんだけどどうでしょう、こんな感じも可愛くないですか？ブルーとかも、はい、何の上に塗布しても可愛いっていうのはこの変更パールのカラーの特徴だと思うので、ぜひ皆さん、はい、塗ってみてください。では今回の新色を使ったアートをご紹介していきますね。はい、TD ベールという作品になっております。
まあイメージとしてはちょっとこう大大カラーとギャラクシー的な、はい、イメージで作ったんですけれども、はい、いかがでしょう。めちゃめちゃ可愛いですよね。はい、こちらを今からやっていきます。使用カラーがこちらになります。新色は251番と250番あとはベラフォーマーのカラーとベトロのカラー、あとベラネイルのカラーも使用していきます。はい、ではまずベースのカラーはこちらベラフォーマーの001、こちらのシアのホワイトを使用していきます。塗布量は少なめで大丈夫です。はい、エルベット全体に白を広げるような感じで、色ムラが若干出てもそこまで気にしなくていいので、はい、全体的にまず塗布していきます。はい、塗布が終わったら一旦硬化していきますね。はい、はい、では次に、こちらの3色使っていきます。ベラとベトロと、ベラネイル、はい、こちらの3ブランド使っていくんですけれども、オレンジと、ちょっと可愛らしいピンクですね、ピンクとあとはネオンの、パープル、こちらを使っていきます。ブラシはオーバル使っていきます。オーバルです。はい、でベトロの392番ですね。ジェルの塗布量はまあこんな感じで、多めに取らずにという感じですね。適量取ってください。で右端の方にポンと、右端の真ん中あたりですね、まずポンと横にちょっとスライドさせるような感じでジェルを乗せてあげたら、次に、反対側、こちらに209のオレンジを塗布していきます。この3色の組み合わせがめちゃめちゃ可愛くて、色の何ですか、組み合わせ発色の仕方がすごい綺麗なんですよ。はい、ぜひぜひ皆さんもやってほしいんですけれども、ここにねオレンジ乗せたら、次に、ベラネイルの44番ですね、こちらを、先ほどのこのピンクの下の部分にポンと置いて、横にちょっとちょんちょんとスライドさせるような感じで、この最初に置いたカラーと少しこう混ぜ合わせるような感じでピッピッピッとブラシを動かしていきます。はい、そしたら次にここの下の部分にも同じようにオレンジのところですね、オレンジのところの下の部分にもピッピッと、オレンジとこういう風に混ぜ合わせてあげても色味がここでまたすごく綺麗な、なんていうんですか、ピンクっぽい、ピンクのすごい濃い感じのカラーが、はい、登場してくるんですけれども、この色味もすごい綺麗ですね。はい、こんな感じでこの2色のカラーをね、上下で少しこうブラシを使って、混ぜ合わせていくという感じでやってみてください。はい、そしたら一旦ブラシをきれいにしていきます。次に使用していくカラーがこちらベラフォーマの、97番ですね。はい、こちらを使用していきます。このカラーもすごくシアーな、ホワイトなんですけれども、ちょっとミルキーカラーですかね。こちらを使用していきます。はい、でこちらの塗布量は若干さっきのカラーよりも少し多めかな、多めに取ってもらって、ポイントとしては、このピンクとかね紫の、まずこの間の部分、間の部分にポンと置いて色を少し重ねるような感じ、横にシュッと引っ張っていきます。はい、でこの時にジェル、あの筆にねジェルが、カラージェルがついてなければこのまま進めていいんですけれども、カラージェルがついちゃった場合は一度ブラシをきれいにしてからもう一度カラーを取ってのせていってあげてください。はい、このままいきますね。このままこのカラーとカラーの真ん中の部分、ここにポンと置いていきます。横に向かってスッと置く感じ。はい、こんな感じで、カラーがね、この時点では取れてしまうので、こうなった場合は一旦ブラシを、きれいにしておきます。ピッピッと簡単に拭く程度で大丈夫なので、はい、もう一度ジェル取っていきます。ジェル取ったら今度は下の部分ですね、ここの部分にも少しこの色を重ね合わせるような感じで横にスライド、
この時もねカラーがブラシに入ったので一回きれいにしておきます。ブラシをきれいにしてもう一度カラーを取る、この繰り返し、横にスーッとね、はい、またついたのでブラシをきれいにする。はい、でさっき置いたこのカラーの周りの部分を全部この97番のカラーで上からね重ねていってあげるという感じです。横にスライド、はい、結構いい感じでこう混ざってくるんですけれども、この混ざり具合がねすごく綺麗です。はい、そしたらもう一度ブラシきれいにしておきます。一回ずつねきれいにしてあげると一番いいかなと思います。はい、今度はこの強めのねオレンジピンクのこのカラーをちょっと上の方に伸ばしていく感じですかね。この色の中から外側に向かってポンとブラシを置いたらちょっとスーッと上に引っ張っていくような感じ。ブラシのタッチは優しく引っ張っていきます。ポンポンとね、少しジェルが足りないなという時はこの97番足してあげて横にスライドしてこの辺とかも乗せてあげるとふんわりしてきます。ブラシはあんまりこう色を混ぜ合わせないようにしてあげるのがポイントかなと思います。あんまりね何回も何回もいじってしまうと色が混ざりすぎてしまうので、そこだけポイントとして少し押さえてあげてください。はい、このちょっとこうタイダイっぽいマーブル感すごく素敵だと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、では硬化していきたいと思います。はい、では硬化が終わりましたら次に使用していくカラーがこちらです。ベトロの261番です。はい、こちらはブラウンのクリスタ系のカラーですね。こちらを使用していきます。色をのせるポイントとしてはこんな感じ、ちょっと部分的にポンポンポンとのせていくイメージです。上の方とシアナカラーなのでこのカラーとすごいマッチします。最初にのせたねあのピンクとオレンジとこの紫のカラーの上にのせてもすごい綺麗に色味がマッチしてくるので、結構この4色ですね、今4色使ってるんだけどカラーの4色の、はい、色展開っていうのはすごく綺麗だなと思います。どうでしょう。はい、そしたらちょっと今ね全体的にこのブラウンの感じがブラウンの濃さが同じ色の濃さでね入っているので少し濃淡つけてあげます。少しだけブラシにカラージェル足してあげて少しこのブラウンが濃く出る部分を作ってあげるといいと思います。ポンポンと優しく置いてちょっとずつねジェルを取ってあげて色の変化見ながらジェルをのせていってあげてください。はい、どうでしょう。はい、こんな感じで硬化していきます。はい、そしたら次に今回の新色ですね、こちらをプラスしていきます。250番と251番、はい、ピンク系と紫系のこの2色プラスしていきます。はい、まずじゃあこちらの251番の方ですね、こちらをちょこっとだけ取ってもらって、さっきね乗せたこのオレンジのカラーの上とかにポンポンと白の部分にもねはみ出て大丈夫なのでこちらもポン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 と優しく置いていきます。白のところに乗った時にこのパープルっぽいキラキラ天候のカラーが出てくるのですごい綺麗です。はい、光に当たった時にすごい綺麗に見えてくれます。そうしたら今度は反対側の部分には250番使っていきます。250番のカラーもポンポンと優しくポンポンポンと入れるような感じで全部にギュッと塗るのではなくてこちらも部分的にのせていくといいと思います。結構もうこの、変更カラーが塗るだけでイメージガラッと変わってくるので
で今あんまりわからないかもしれないですけれども、あの特許を載せた時にね、この輝きがすごく表面に出てくるので、はい、楽しみにしててください。はい、では硬化していきます。はい、では次に、デザインをちょっとね、こうギュッと締めるために、ここの縁のところ、際の部分にラインを入れていきます。はい、こちらですね、レトロの979番、こちらを使用していきます。メタブロンズですね、メタリックカラーになっております。際のところにね、入れるときは、ライナーの S 使っていてあげるといいと思います。レトロです。はい、ジェルの量は少し若干ブラシの先端にちょっと多いかなと思うぐらいの方がふっと引っ張れるのかなと思うので、ぐーっとね入れていってあげます。際の部分にスーッと、はい、反対側にも入れていきます。結構これが入ると本当に一気におしゃれ度も増してくるので、ぜひちょっとね入れてほしいなって思うんですけど、際の部分にスーッと入れていきます。はい、こんな感じで硬化していきますね。はい、硬化が終わりましたら、トップ乗せていきたいと思います。トップを乗せるとまたちょっとこの輝きがね、すごく表面に出てくるので、トップいきます。トップはこちら、エンネ使用していきます。はい、皆さんエンネは使ったことありますか？このツヤがすごく、ものすごくいいんですけれども、あとはこのジェルの操作性がすごくいいです。レベリングがね、ゆっくりなのと操作性がすごくいいので、あのおすすめのトップジェルになっております。ツヤ感がね、ものすごくいいですね。こちらはクッグーと塗布して、ちょっとチップなのでね、さらっと塗っていきます。はい、と、で、塗布したら硬化していきます。はい、硬化が終わりました。そしたら拭き取りをしていきます。未硬化ジェルがね、残るので、未硬化ジェルの拭き取りはこちらのソークアウェイを使用してあげてください。ソークアウェイをちょっと、はい、拭き取りしてきます。コットンにね、染み込ませて、こんな感じでキュッキュッと拭き取っていただいて大丈夫なので、はい、こんな感じで完成です。はい、5本組セットのものになっているとこんな感じです。間のカラー、サブアートのカラーは261番になっております。あとはこちらの部分は今回の新色ですね。さっきも使ったこの2色を縦にグラデーションしております。ベースのカラーは塗布してないので、初めにご紹介したこの3つのうちの下の部分、クリアなものになっております。はい、で、右とね、左と色味を変えておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、作ってみてください。ぜひね、このカラーも使用してみてくださいね。はい、ではありがとうございます。次のアートいきますね。ツヤ髪、ツヤ肌、ツヤ爪、指先だってもっとツヤめいてもいい。トップクリアのツヤ革命が始まる。目に見える優れた柔軟性、極上の透明感、軽やかなテクスチャーによる潤滑なレベリング、角度を問わぬ隙のない極上のツヤめき、爪にまとった瞬間から輝く圧倒的持続力、視線を感じる指先へ、デラフォーマトップクリアエンネ、あなたはこのツヤの虜になる。は
い、ではこちらのアートも、今回の新色ですね、ラ・シレーヌシリーズ、こちらを使用したアートをご紹介していきます。こちらはパティール、はい、という作品になっております。このレオパードとキラキラが、すごく可愛らしい作品になっているので、はい、ぜひぜひ作っていただけたらなと思います。はい、では、使用カラーのご紹介です。はい、こんな感じでね、使用していきます。レトロのカラーと、ベラフォーマのカラーになっております。はい、こちらを使用していきます。はい、使用していくブラシはフラットタイプですね。こちらはベラフォーマのスクエアブラシを使用していきます。まずはじめに使っていくカラーがこちらの2色です。こちらはベトロと、ベトロで、どちらもベトロですね。392と72番のカラーになってます。ポイントはこのスクエアのブラシの、片側尖った方の角の部分にカラーを取ってください。はい、こんな感じでね、カラーを取ってあげて、こんな感じでグッグッグッと外側に色味をつける感じで、はい、グッグッとパープル入れていきます。この時にブラシの圧のかけ方としては、こっち側、左側に圧をかけながらグッグッと引っ張っていってあげるといいかなと思います。ちょっとクリアなチップなのでね、色の出具合が見づらいかなと思うんですけど、左側に圧をかけながらグーッと引っ張ってあげると、外側の部分が少しグラデーションに色味が入っていくので、はい、そんな感じでブラシを動かしてで、結構ざっくりでいいので色味を入れたら硬化します。はい、硬化が終わりましたら、今度は、新色の3色使っていきます。249番と251番と52番、この3色です。はい、まず先端の方にカラーを入れていきますね。先端のこのピンク側の方には249番、こちらのカラーを真ん中あたりから下に向かってスーッと入れておきます。スッ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 と、はい、真ん中あたりまで入れたら、次に右サイドの部分は252番入れていきます。252番のカラーを今度は右サイド、はい、このブルーも綺麗、色味が綺麗、はい、真ん中のところではね、色味をちょっとこう混ぜ合わせる感じでブラシを縦にスッスッと動かしてあげてください。はい、そしたら次に、251番のこちらのパープルカラーですね。これを上の部分からグッグッと牙の部分までしっかりと色をのせて、ここから下に向かってスッスッとブラシを動かしていきます。ジェルの量が足りないときは足してあげて、しっかりと塗布していきますね。はい、はい、こんな感じで全体的に塗布できたら、ここで一旦硬化していきます。はい、では硬化が終わりましたら、一旦ここで、ちょっとブラシを変えてもらって、
して、ポイント筆使っていきます。ペラフォーマのポイント筆ですね。こちらを使っていきます。塩カラーは003番。で、ここで、レオパードの柄を中に入れていくんですけれども、ポンポンポンと大きく。よく見ると、レオパードの柄入ってます。はい。こちらをちょっと描いていきますね。003のマットなホワイトでいきます。ポイントブラシに適量取ってもらって、はい、結構大きめにレオパードを描くのがポイントです。ポンと入れて少しこうかさつく感じでもいいので、ざっくりポーンと大きめにレオパードを描いてあげてください。ニールベッドのね、大きさにちょっとレールベッドの大きさで、ちょっとこのレオパードの大きさをね、変えてほしいんですけど、こんな感じ、ポンポンと入って、なんとなく、ざっくりなレオパードでいいので、ポンポンと。はい、描いていきます。はい、では硬化していきます。はい、では硬化が終わったら、また、さっきのね、キラキラのカラーを、3色、こちらのね、使った新色のカラーを、また同じ感じで、同じ配置で乗せていきます。まずは、左下のところに249番。このレオパードの柄の上から重ねていってあげてください。チェルの量はあんまり多すぎずに乗せてあげるといいと思います。はい、そしたらこの右の部分は、252番。252番、ペラフォーマの252番を上から重ねて、白の上にこのカラーが重なるとね、しっかりブルーのカラーが塗布されてるんだなっていうのがわかると思うんですけど、可愛いですね。はい、そしたら次に251番のこのパープル、はい、こちらを上から重ねる感じでシュッシュッとシュッシュッシュッと乗せていきます。はい、またね、上から全部乗せたら、はい、また一旦ここで硬化していきます。はい、硬化が終わったら、もう一度この端の部分の色味を濃くしていきたいので、一番初めに塗布したこの2色のカラー、もう一度ね、塗布していきます。若干ちょっと色味をつける感じでいいと思うので、またさっきと同じ要領で外側にちょっとこのパープルを少し強めに入れていきます。はい、結構ね、色味が深くなってくると可愛らしさが増してくるんですけれども、はい、反対側の部分にも、ピンク入れておきます。ここでちょっとここの、先端のピンクと色が混ざる部分がちょっと綺麗にできるのが不安だなって場合は、一旦仮硬化してあげるといいと思います。はい、もう一度色入れていきます。390番、色味がすごく濃くなってグラデーションチックになってきたんですけれども、はい、一度硬化していきますね。はい、では次のカラーが334番、こちらになります。ラレオパードというね、このラベルめちゃくちゃ可愛くないですか。はい、こちらのキラキラのこれね、ゴールドっていうよりも本当になんだろう、すごい黄色っぽい、まあゴールドなんですかね。はい、こちら結構色味の発色もいいので、これを使ってもらえるとキラキラ感もありつつの、黄色いカラーが入ってくれるので、すごいおすすめです。はい、でこんな感じでちょっと塗っただけでもね、結構色味の発色がいいので、色を塗布する際は塗布量は少なめにしてあげるといいと思います。ちょん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 と
これも部分的にね、このイエローのキラキラを入れていくっていう感じにしてあげた方が可愛いので、このレオパードの上、デザインの全体的に乗せるっていうよりは、これもちょっと部分的に乗せてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、では硬化していきます。はい、では次のポイントカラーがこちらです。ベラフォーマの97番。ちょっとミルキーなね、こちらの白なんですけれども、こちらを塗っていくと、またちょっとふんわり感がすごく出るので、おすすめカラーです。これを塗ってふんわりしていきます。際の部分からポンと乗せて、真ん中の部分に向かってね、スーッと入れていきます。ちょっとこうデザインが一気に柔らかくなる感じわかりますか？はい。ちょっと強めのところなんかにね、ポイントで入れてもらえると、ふんわり感が出るので、おすすめカラーです。これも、部分的にね、ちょっと、塗ってあげるといいと思います。ちょっとこのレオパードが濃いかなっていう部分とかに重ねてあげるのがいいと思います。はい、では硬化していきます。はい、では次のカラーです。次のカラーは、ベトロの244番クリスタのブルーですね。こちらを使っていきましょう。クリスタクワのカラーです。ずっと。はい、これもポイントで入れていくのがおすすめです。ブラシにね、ジェル、結構発色がいいので、ジェルの量は少し少なめに取ってあげて、ポーンとこのパープルのところのレオパードの部分にのせてあげると、色味がすごく綺麗に出ます。ちょっとずつ塗布してあげるのがポイントかなと思いますよ。このブルーはね、すごくいろんな跡で使えるブルーなので、はい、持っていて損はないカラーですね。はい、まあ、ポイントでね、ブルー入れたんですけども、必要であればこっちのサイドとかにもね、入れてあげてもいいし、ふんわり。でも本当にジェルのこの色味入れるときは、薄めに入れていくのがポイントです。初めから濃く入れちゃうとね、薄くしていくのが大変だったりするので、少しずつカラーを取って乗せていってあげるのがポイントかなと思います。はい。では、硬化していきます。はい。では、あとは最後ですね。はい。G の74、こちらはベトロのカラーです。このカラーをまあカラーというよりはこれホログラムが細かく入っているものなんですけれども、キラキラしたい方にはおすすめ。このティパールのカラー、アートは本当にもう全部がキラキラしていて、すごい可愛いアートなので、ちょっとね、皆さんにぜひやってもらいたいですね。で、この74番のカラーも真ん中あたりにさーっと斜めに入れていくのがポイントです。はい。では、硬化していきます。はい。こんな感じでデザインの完成となります。またね、トップを乗せていこうと思うんですけれども、TD ベールのこちらのデザインでは、トップは、円でね、使っていったんですけれども、私はサロンワークでは、トップとしてもう一つ、こちらの、エクステンションクリア2も使用しております。使い分けとしては、エクステンションクリアは長さ出しもできる強度のあるジェルなので、もちろんジェルスカ対応しておりますし、あとは、結構フリーエッジの長いお客様にはエクステンションクリアでトップを仕上げてあげるのをおすすめいたします。はい。円ではショートネイルの方に使っていただけたらなと思うので、そういったところでちょっと使い分けしていってあげてください。結構このエクステンションクリア2のツヤもすっごいいいので、私はこのエクステンションクリア2も大好きですね。強度もあるので、結構ストレスポイントからの亀裂とかもね、防ぐことができるので
はい、トップとしてはステーションクリア2もおすすめです。はい、長さ脱色できるのでね、ぜひぜひこちらもぜひ使用してみてください。はい、トップ乗せていきました。トップ乗せていくとまたこのキラキラ感すごくないですか？かわいい。はい、では硬化していきます。はい、硬化が終わりました。こちらの、エクステンションクリア2の未硬化ジェルの拭き取りも、必ずソークアウェイですね、オフ剤で、拭き取りしてあげてください。エンデの時もね、ソークアウェイでの拭き取りだったんですけれども、ここは必ず、はい、ソークアウェイ使用してください。では拭き取っていきます。コットンに染み込ませて、結構このツヤもすごくいいので、結構もうゴシゴシ拭き取ってもらってもツヤが曇るということはほぼほぼないので、安心して使用してもらっていいかなと思います。はい、ってな感じで完成です。5本組のセットだとこのように組み合わせてます。かわいいですね。はい、ここのサブアートのカラーが、こちらも今回の新色のカラーで、はい、254番使ってます。ちょっとホワイトっぽい味なんですけれども、で先端の部分にはこちらの74番使ってます。さらっとかけてあげるのがポイントです。はい、でここの部分もこのカラーでほぐしていってます。はい、たくさんの色を使ってあげるとね、可愛い仕上がりになってくるので、はい、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、キラキラ、皆さん楽しんでくださいね。はい、お疲れ様です。皆さん最後までご覧になっていただきありがとうございます。いかがだったでしょうか？今回もね、アートの方を2作品ご紹介させていただいたんですけれども、結構ね、サロンワークでも使えそうな可愛いアートに、はい、仕上がってますので、ぜひぜひ一緒に新色の方をね、使っていただけたらなと思っております。ね、可愛いカラーなので、たくさんの方にね、また手に取っていただけたら嬉しいです。はい、ということでまた次の機会にお会いしましょう。動画がもしよかったら、こちらにあるいいねボタン押してください。ぜひよかったら押してもらえたら嬉しいです。あとはベトロのチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、またね。ありがとうございます。